でもやっぱちょっとちっちゃいんですよね。じゃあポジションがちっちゃいよね。ポジションがもっと前行くよね。そう、あそんな重くないですね。割と重くなかった。あでもブルさんはあれだね、今日は朝からめっちゃ暑いです。肝心なもの。すいません。今日こそハンドルライダー、はい、買ってきました。金メダル噛んでください。炎上してる。これね、これちゃんと摩擦性が高いからいけっかな。僕はお気に入りのハンドルがつけられるんでしょうか。というところです。つけたいですね。なんとかしてつけたいと思うんです。椿絞り。もう何回やってる、4回ぐらいやってるんじゃない。俺たちは今日絶対ハンドルつけます。行ってみよう。おやい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 や。やろうか。千葉69とかで千葉ロック。めっちゃ順序逆ですけど、今日も頑張ります。行ってみよう。ブルさんじゃないけど。このぐらいでかい。そうですね。はい。あら、ブルさんがまずこっちにまたがる。フィッティング。まずじゃあ、そちらのジャズにまたがっていただいて。ジャズじゃありません。僕のハーレです。1350cc のハーレですね。一般的にはでかいですね。そうだね。でもまあ普通のハーレよりはちっちゃいよね。リジットになってるから。この取り方の覚悟で、本当にもう。欲しくないからね、まあ、ジャズは言い過ぎだけど、ちょっとレベルに乗ってる感じだよね、なんかね。こちらの。ブルーさん、サイズ的にはね、俺、このぐらいの方が。車体がこれぐらいあると。いいよね、やっぱね、やっぱかっこいいね。これでシートがこう、このこれぐらい後ろで低くてね、低くてこれぐらい後ろだといいですね。でもこれ交換してあれですもんね、取っ払ってしちゃえば全然張り替えちゃって後ろすごいシートでも足がこれぐらい伸びてると足は逆にポンと前に移設したらいい。ああ全然できますよ。これがあカバーなくなるじゃないですね。これに救済の工具をいっぱい積んでツーリングに行ってもそこ重要ですね。大体工具は俺のバイクに使えそうだけど。僕はね、今回ね、新中のパーツいただきました。おお、高く買った。あ、これね、ナンバーとナンバーの横につけるちっちゃいのこれでいけんじゃないかな。いけないかな。まずは前掛け、ありがとうございます。よろしくお願いします。オープンプライマリーのネジがちょっと14人だって。逃げるかわかるんですけど、逃げると出てくるんですね。あ、そうなんですか。あ、これで切れてる。全部密着されてるのが、こっちから握って棒を押すことによって。クラッチの圧着が離れてクラッチが切れる。でこのバネで押し返してる。そうなんです。で緩すぎると滑っちゃうんですよ。これ1本なくてもいいのじゃ。3本にしてる人もいます。軽くなるそうですね。まあでもつら揃えてあげて、滑らなければやりすぎると重くなっちゃうんです。あ、なるほど。いよいよさあ今週もメインイベントです。グリップ頼んでもらえばよかったな、もしものために。もうさ、こう切り替この間僕アームカバー伝染してましたからね。見た俺も。アップにしないでよみたいな。よく映るね iPhone は。ひどいな。一番手前に来ちゃってそこにピントが合っちゃってるんだよね。ひどい。溶接の炎とか飛ぶから全部じゃないじゃないですか。言い訳をしてますが大体カットされますよね。この部分を生かしていてもらえば。さあ、はい。これね、俺ね、何を隠そうね、一回も外れたことない。今まで一回も外れたことがない。これは無理だ。はい。ちょっと学んだのが、これで学んでない。学んでない。ちょっとデジャブってますよ。硬いっすよね。すごい膨らんでるのにね。また同じ。でこれで体重かけて。あ、全然滑っても。よし抜くぞ。これじゃ。抜けねえ。よいしょ。すんげえ音してますよなんか。ブルーさんの細胞がちぎれる音です。全然ダメですね。師匠。前回とは同じの。なんでいくんだろう。血管切れそうだもん。動きのちょっと手書きの手伝い行ったから疲れてるんですよね。お寺の手伝い。お寺のお手伝い行って。何やったの？窓掃除して、塔婆をみんなに並べてあげて。でよく行くんだ。年に1、2回ですね。お寺。あ、硬いっすね今日。硬いっすよ。これやばいよ。毎回この動画じゃん。乾燥しないようにラスペルでやってみましょうか。あ。丁寧にして、わあ、頭いいね。じゃあ、椿さん、どうぞ。よし、行くぞ。あ、回りますね。それがね、回りません。ちょっと、もう回んないから、やってみて、あ。今週もいいですか。美味しいとこもらって。いいですよ。惜しいんですけどね。やってんだけどな。やばいね、これ。いやー、マジで。ブルーさんお願いします。はい。多分もう来る気がします。はい。はい、そうなんですよ。上もう来てるんで。下だけ回んないんだ。ああ。上はだいぶ滑らかに回ってるんだけど。やったー！やりますね。太いんですよこれ。太いですね。ここが太いんですよ。パウダーコーティングで、こっち削ったじゃないですか。回らないからっつって。ここで毎回引っかかるんですね。なるほどね。いけそうだね。入らない。いける気がします。おお、いけた。よかった。当たるような予感がするよね。でも2センチ以上上がってますよね、これ。多分。うわこれって感じです。難しいね。ここに干渉します。上げるか少し削るかですね。これだけ削った方が早いですね。わかりました。はい、削りましょう。素晴らしい、素晴らしい。芸術的。お、かわしましたね。素晴らしいね。おお、ちゃんと。さすが。いやいや、もう、それもそうだ。どこまでできる自信ないよ。こうやってやった。そうですね。こう使うんですよ。ここで削るんですよ。みんな横とか使うんですけど。またここで。固定しなきゃいこう見てなかった見る前に終わっちゃった。こんな感じです。ああ、なるほどね。はい、ちょっと準備してみて。 OK、 こっちはさ、メイクちゃんと湾曲してるんでね。はい、これを形に。そうですね。これマスの。見てこれ湾曲してる。当たる？当たらなきゃいい。これまっすぐだから。ここはそうだよね。いや、この面を使ってこううまいことやると艶っぽくもなるんですよ。ハンドル交換って大変なんだなってみんな思いますよね。これぐらいでついてくれるのかっこいいんですけどね。確かに。はい。かっこいい感じ。楽ですか。おお。めっちゃ楽。おお。いいですね。めっちゃ楽、姿勢は。前はこうだったからもうちょっと。これでつけて。そうですね。また寝かしていきます。こう今早回しの手でカメラアングルを。で最後。僕が外に行っては敷くっていう絵を。おお、すごいね。もうここまで映画監督みたいな。ここまで頭で組み立てられるっていうのが「テレレレテレテ」っていうのが「タラララッタ」ってこう弾いてきます。後半へ続く。ああ、まあでも大丈夫ですかね。一応こっち右用で想定して、はい、グリップ塗らなかったんですよ。周り、ああ、そっか。ひっくり返そうか。そっちの方が楽じゃない？はい、そうですね。なんで気づかなかったんだろう。毎週やってんのに。こういうことね。はい。島木さん。そこ取られると恥ずかしいっすよ。どこ？プラスじゃないっすよ、だって。今の早送りやんけど。いやいやいや。すべて握られてる。この前のツーリングがあったじゃないですか。うん、カレー担々麺の時って尺足んなくなっちゃって、階段でゆっくりこう行く。それでスローモーションなんです。ちょいちょい諸事情によりスローモーション使う時は。うん、そういう感じです。あ、どうなんですかこれ。当たってるね。ギリ当たってるよね。当たってますね。じゃあストッパー先つけますか。そうですな。はい。そしたらここに穴開けるの？そうです。すごく開く？それで開くの？あ、分からないです、分からないです。これただ1出しです。ああ、なるほど、びっくりした。俺それで開けんのかと思った。オートコンテです。あ、オートコンテです。真鍮だね。はい僕の工具箱の中にもなぜか入ってます。本当オートコンテ。これはピー入れとかないと多分引っかかっちゃう。いやー、これ硬いっす。いや、信じられない。硬い、やっぱ。硬くてこれめっちゃ分厚いんですよ。はい、このフレームは。まあ、なのでネジ穴が作れるんですけど。はい、なんですけど、どうしようか、どれ使おうかな、その。あ、棒というか。差し込むボルトですね。せっかくならインチのボルトで作りたいですもんね。だから4分の1の下穴。ネジ穴作るこのタップってやつも、はい、ちゃんとしたのを使わないと全然ダメなんですよね。タップというもので、このネジ穴を作ります。はい。大体みんな手作業なのね。タッパーって言って、ボール板でウィーンウィーンっていう風にネジ穴作る機械もあるんですけど、っていけない時はね手で作るってな。これで虹山できたって、おお素晴らしいね。切ってみようか。使ったんだね。でも結構切りましょう。切りましょうか。ここね。はい。じゃあ完成です。左開けないです。そうですな。左が割と重要ですよね。まあいろんな機会があるね。機械使う工具がね。これで見てもらうとネジ穴ができてる。本当できてる。作れちゃうんですよ。12キロニュートンメートル。おお素晴らしい。左はでも安心なんですね。今左バッチリ。すげえ。もう素晴らしいよ。すげえ。見てくださいこのハンドルストッパー。オペ製ハンドルストッパー。クレイジーだね。クレイジーだよ本当に。来ました。バッチリだよ。バッチリ。ギリギリ当たってない。振り回しも全然大丈夫だった。そんな重たくないし。全然切れますね。全然切れる。よしできた。グリップね。ああはい。よし行くぞ。おおいいんじゃない？できたんじゃない？完成。すごいすごい。これまだ新しくてあれだね。お酢をつけたり酸性にしたりするとちょっと傷むのが早いって書いてあった。薬湯入ればいいんですよ。薬湯に。はい。ああなるほどね。健康センターの薬湯持ってきましょうか。僕入る時にああかけて塗ればいい。椿さん家の近くの薬湯よく行くんで僕。かっこよくなったと思います。次どこに真鍮を増やしますか。これつけますか。この何でしたっけ。このプッシュロットですか。ああプッシュロットカバー、はい、こういうとことかさみんなつけてたりするよね。このここが真鍮のかっこよかったですよね。ああなるほどね。ウインカーやった方がいいかもしれない。ああメッキのね。あ真鍮ウインカーあった。ウインカーぐらいでいってもいいかもね。そうですね。まあ僕はプッシュロットカバーをプッシュロットカバーをおすすめします。ここで。はい。でそこやるとここもセットにした方が、うん、そうするとどんどん増えていくんだろうね。そうですね。キャブのここのチョークのやつとこのキャブのアイスリングのやつと、うん、ああそういうとこね。はい。出ますね。どこまでっていうか分からなくなっちゃうけどね。はい。カスタムには終わりがないです。この辺みんな真鍮の人いたじゃん。ああすごいのありましたね。はい。こっちにあるじゃないですか。取り寄せてありますよ。そう。うわすげえ。めっちゃちっちゃくないこれ。ちっちゃいですね。ブレーキ。多分でもこの筒の問題なんで。あ、シリンダーこの量はあんま関係ないですね。これでいくらぐらい？$40,000しますね。高っ。そうこういうのつけてる人した。はい。これさタンクキャップって何でもつくのそういうわけじゃない。それ2種類だけです。カムキャップとスクリュータイプ。それカムだったら何でもつきます。あ、そうなんだ。はい。シフトペダルの前作ったもう真鍮で自作の強度が分かんないですけどここを作る。全然作れます。かっこいいね。そこはいないですね。見たことないですね。はい。こんな太くなくたっていいんだろうね。まあでも20ぐらい欲しい。はい。おお。受けが良かったら椿ロットって言って売りますか。そんなにいっぱい？誰か選んだもの。一緒じゃないのこれ？一緒です。水平ぐらい。はい。それで。ちょい下がり。ないよ。あ、ちょい下がりですね。写真撮ってもらっていいですか？はい。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。極地ライダー着きました。とってもいいと思うんですけど、めちゃかっこいい。まあでもちょっと課題が残ったということで、またふみ君が師匠がアメリカから帰ってきたら、ちょっと細工してもうちょっと真鍮パーツを増やしてみようかなと思ってます。そろそろブルー号、なんかくれたらいいね。やりました。でかいやつ。でかいやつを。これ急にでかいやつを。デコトラ使う。やりましょう。Tシャツがですね、21までの受付だったんですけど、8月1日まで。8月31日までだ。8月31日ぐらい。後で決めます。はい。じゃあ T シャツ延長ということです。はい。よろしくお願いします。それではありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。